こんにちは、リンパケアサークルゆるふわのわしみです。今日はこちらですね、足のむくみ解消のセルフケアをご紹介したいと思います。それでは早速やり方の説明をしていきます。こういうふうに縦ですね、縦膝の状態してもらって、親指をこちらです、内側で、他の4指を外側、こういう感じですね。こういう感じでくる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 と回していただくだけです。でこれをずっと、まあ、5分とか10分片足ずっとしていただくといいと思います。ただこの姿勢ですね、この体勢が難しいという方はこういうふうに足の上に乗せてもらって、同じようにこちらがこうなった時に内側に来る感じで、4指が外側に来る感じで一緒にくる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 っと回していただくといいと思います。であともう一つは、こういっぺんにするのが難しいという方は1本ずつですかね、親指は内側に回す、で4指は1本ずつで構いませんので外側に回すというやり方でも構いませんので、自分のできるやり方でこうやって指をくる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 っと回していただくですね、でいいと思います。でむくみ解消のケアで5分そのまましてもらってもいいですし、あともう一つのやり方は1分ぐらいしたらこうやって自分で動かしてください。またパタパタ、その場で歩いてもいいです。でまた1分動かす、揺らす、でまた動かすっていうの5分間ですね。だから5分間なんで、まあ4セットか5セットぐらいできると思うんですけど、くるくる回す、動かすっていうルーティンでしていただいてもいいと思います。でそれをすることによって筋肉が緩んで動かすということで、前回動画でご紹介したんですけども、体液循環、血液から、血管から血液症が出てきたのが体液ですね、リンパ間質液で循環して血管やリンパ管の方に回収されていくという循環が促されて解消するというやり方になりますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、以上です。ありがとうございました。